接触と会とお話し会とあとスペイベスペシャルイベントもあります。たこ焼き食べたい。そうなんですよ、私もたこ焼きを食べることを楽しみにって。ファンクラブ当たった。おお、そう、ファンクラブの当選も今日あったんですけど、どうでしたか？当たりましたかね。2月の23日かな、ファンイベお待ちしてます。当たった。お、当たった人が多い。あ、でも外れた人もいるのか。当たったよー、だってありがとう。まあまた来月ファンイベントなんですけど、まあ来月、再来月とかもね、まあできるか分かんないけど、もしできたら嬉しいなって思いますの。来月が最後じゃないと思うので、またやりたいなとは思ってるので、今日外れた方も次はまた来てください。お待ちしてます。クマありがとうございます。みちの写真集、おきちゃんがプロデュースするんじゃなかったな。みちさんね、もう絶対買う写真集ね、発表されましたね。もう今月のビッグニュースなんじゃないですか。すごいなんか楽しみ。アマゾン即完売した。あ、そうなんや。見た？いや、私はもうね、見せてもらえたんですよ。もう、とても、綺麗すぎて、なんか、泣きそう。なんか、ありがとうって感じ。写真集を出す決断をしてくれて、本当に、ありがとうってもう気持ちでしかない、うん、買いたいと思います。嬉しいね。いや、めっちゃ嬉しい本当に。なんか今年は結構暗いニュースが多かったから、もうやっと嬉しいニュースって感じで楽しみです。2月？ん？ 3 月か、発売って。おきおじさん歓喜。いや、もうみつさんに関してはね、そんなおきおじさんとか出てこない。なんかもうありがとうございますって感じ。ココアさんに対してはおきおじさん出てくるけど、みつさんに対しては出てこない。もう本当に我々のためにありがとうございますって感じ。ココアさんに怒られそう。なんでって言われそう。カサ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 な、なんでみたいな言われそう。くって。わかる？わかってくれるかい、この違いが。
なんか本当にね、もうみつさんに関してはだってもうね本当に高貴な方やから、もうわざわざありがとうございますって感じ。もう本当にアイドルじゃなかったら関われないぐらいの、あのもう住む世界も違う本当にお嬢様というか、うんね、仲良くなれて嬉しいですありがとうございます。もうありがとうございますって感じしみです。っていう今写真集ラッシュですね。結構もうなんか前ではあんまり考えれないぐらい写真集ラッシュな感じする。ねえ、いやでもいいことなんじゃないいい傾向なんじゃないの。次は誰かな。まあわかんないけど、順番で言ったらマイキューとか千穂さんのセカンドとかじゃない。でもなんかあかりんさんとリコチもなんか講演かなんかで言ってた気がする、今年の目標みたいな、写真集出したいって言ってた気がする。なんか聞いた気がする MC で。言ってたね、ね、言ってましたよね。いや全員全員出してほしいぐらいですね。出したいって言ったら出せるの。わかんない、わからんそんな私は出版社の人間じゃないからちょっとわかんないですね。私が写真集出したのはなんか自分がもう自費でもいいから出したいですって言いに行ったのと、ファンの皆さんからの要望が多かったらしくて、それで写真集の、あのお声掛けをいただきました。だからもう私は多分皆さんありきなのかもしれませんおそらく、わかんないけど、うん、そうなんで、セカンド待ってます。おお、おお。感動ね。でもいつか出したい気持ちもありますね。遊泳解禁、遊泳解禁次は夏がいいな、冬に撮ったから。まあね、あの需要があれば、需要があればですけど、
待ってますありがとうございます、嬉しい。見たい、ありがとう。もうじゃあ言ってください署名活動してください。まだおきちゃんのしか買ったことない。嘘、嬉しい、買ってくれてありがとう。みちさん岡山で撮ってるんやね。広島と岡山となんかどっか四国だったかなって書いてて、岡山で撮ってるんやと思って、どこで岡山どこで撮ったんだろう、気になるね。瀬戸内で撮ったんだね。岡山撮る場所あるかな、なんかいろいろ有名なところはあるけど、どこで撮ったんだろう、気になりますね あ、そう、私は島根と鳥取で撮りました。山陰地方、真鍋島、わからん、真鍋島で撮った。島か、島はちょっと専門外だなうーん、私多分広島より岡山の方が詳しくないんですよ、岡山県民なのに。笠岡ね、笠岡か、専門外や、笠岡諸島ね。うーん、笠岡のイメージはもうラーメンが有名ってイメージしかないですね。おきちゃんの島じゃなかった、おきちゃんの島じゃないですね。おきちゃん岡山の本当に全然詳しくないんで、お話し会で一番言われて困ることが、岡山のおすすめ何がちょっと一番困ります本当にありきたりなことしか言えない。そうなんですよ、もうあの広島に住んでからの記憶の方が長くて、きびだんごと言っておこう。いや、きびだんごはまだちょっとプライドで言えないですね。きびだんごよりはあるだろうっていうプライドでまだ何かしらあるでしょっていう、なんでまだきびだんごがおすすめとは言ったことないですね。くま、ありがとうございます。まだ他にあるんじゃないかって、わかんないけど、多分広島の人が広島のおすすめ何って言われて、もみじまんじゅうってあんまり言わないのと一緒のような感じじゃないのかなと思うけど、どうなんだろう、うん、何があるのって言われてもまた難しいんですよ、うん、いろいろあるんだけど、うん、ここにしかないものって言われたらちょっと難しい。ヒルゼンのジャージーヨーグルト好きだよ。あー、美味しい。パッと思い浮かぶもの、いやー、何が思い浮かぶんだろうね。岡山のおすすめね、とりあえず私あのキニラ醤油を推してるんですけど、家にストックでとりあえずお醤油、黄色いニラ長で作ったお醤油を一応常備してはいるんですけど、なんか おすすめで醤油って言ってもなんかちょっと微妙じゃないですかだからこうなんかもっとスイーツとかの方がいいのかなって思うんですけど、
ょっと私あんま出てこないですね。多分果物とか有名なんで白桃系がいっぱいあると思うんですけど、私ちょっと果物食べれないんで、そうなんですよ。もう自分の舌で確かめてください自分の舌で確かめてください。全然帰ってないな。たまには帰らないとね、本当に。地味に遠くて帰る気がしなくて全然帰ってない。2年くらい帰ってない。いつだろう最後に帰ったの。2年ぐらいかな多分。仕事では行くんですけど、仕事だと市内で完結してるんで、もうあんまり。そうなんですよ。家族がこっち来たりある？ほぼないけど、お父さんが仕事で広島に来てる時が去年ぐらいかな、一昨年かなぐらいにあって、その時は一緒にご飯を食べに行きました、広島で。岡山についてね、ポジティブな情報少ない。いやー、なんでかって言ったら岡山はめっちゃいいとこなんですけど、私の、思春期の思い出が別に明るい思い出が一個もなくて、思春期を過ごしたのが地元なんで、ポジティブ情報が一個も出てこないんですよだから広島上げをしてしまうんですけど、これは主観が入ってるので、岡山はめっちゃいいとこなんです岡山はめっちゃいいとこなんです。私の学生時代の思い出が良くないだけなんですね、思春期の思い出が。そうなんですよ。なんで誤解はしないでください。岡山はすごい旅行におすすめなんです。私の私の黒歴史がそこにあるだけで。そうなんです。なんかごめんええんやで、えんやで。これから塗り替えていこう。そうね、これからいい思い出を作りたいね。うん、でもお仕事では結構行ったかな。 STU ウォーカーとかいろいろ岡山は行ったかも。なのでそこら辺見てもらえたら観光の参考にはなるかもしれない。観光の参考になるかもしれない。明日お話し会行くね、待ってます。岡山って本当に大都会なの。大都会でも意外に栄えてるじゃんと思うかも、駅らへんに来たら。そこ過ぎたらそんなだけど私はいろんな駅に降り立ったことがあるけど、そんなに遜色ないと思うよ、東京とかに比べたらだけど、大阪とかに比べたら。中国地方の中ではまあまあ栄えてるんじゃない？説ある。
ですかね。そう、駅付近はね。噴水が売ってる。そうなの？噴水売りに出されてるん？買わんけど。あ、ちょっと有名な噴水ね。そうなんだ。なんでそんな、なんでそんなことになってしまったの？8万円で売ってる。安い。意外に安い。でもいらないな、噴水。いるかな。持って帰れるってことなのかな。意外に安い。確かに維持費、噴水の維持費って高そう。路面電車の工事で邪魔なんだ。あら。あら、まあ、私の好きな、割と好きな噴水だったのに、あのウニみたいな、ウニみたいな噴水でみんながウニって呼んでたのに、なくなるな聞いてたけど、売りに出されちゃうのか。それはちょっと寂しいね。広島に置いたらいいのに、あの金色の銅像のところらへんに。買わないかな。そう、岡山駅ウニって調べたら多分出てくると思うんですけど、ウニみたいな噴水。年間600万円ぐらいするんだ、維持費。あー、噴水って思ったらちょっと高いね。そっか、なんか時の流れを感じますね。あったものがなくなっていくと。そうなんだ。明日よろしくです。明日大阪お待ちしてます。オキちゃんだと思って買おうかな。オキポが座ったことあるかもしれないからね。ぜひぜひ気になった方は買ってください。ちょっと寂しいけど。そうか、明日朝から行く。嬉しい。明日早いから大変ね。大阪10時からお話し会だから早いよ。行くのも早くて大変だ。待ってます。あとスペイベもあるんですけど、なんかファンの方に撮影、カメラ撮ってもらう撮影会みたいなのも、あれは衣装でやります。お話し会は私服でやります。クマありがとう。よろしくお願いします。多分6人ぐらいだった気がするんだけど、当たってるのは。ぜひ可愛く撮ってください。普通にツーショット会もあるので、よろしくお願いします。カメコイステイユーヤ
こんばんは。お疲れ様。お疲れ様です。お話のみですがよろしくお願いします。全然もうむしろ本体本体そうなんです。お話し会結局まだ決まってないのよ。服がどうしよう。いやー迷うなーって。迷うぜ。ってなるまだ服決めてない自分も。おお、何着てくるの。みんなもおしゃれするのかな。私は迷ってます。悩む時間も楽しい。まあね、でもこの時間になっても決まってないから大変よ。握手会があった頃と今はどっちが服買ってます。いやー、今の方がオンラインも増えたんで今の方が服買ってますね。めっちゃ買ってますでも最近はちょっと引っ越し代とかもあるんで節約しようと思ってちょっとあんまり買わないようにしてます。前回がねちょっと買いすぎてた。本当に反省、反省の儀。生誕 T 届いてたから着ていきたい。わ、寒くないかい。大丈夫かい。そうなんですよ。なんかメンバーにゆきちゃんなんかワンシーズンしか着ないのに服を買いすぎってなんかちょっと怒られてなんか無駄遣いだよって言われてちょっと 見直し始めた。そう、怒られたというかご注アドバイスアドバイスをいただきましてね。はい、そうなんですよ。でもサーヤンとかなら気持ち分かってくれる。サーヤンとかはなんか服買いましたかってあの聞いてくれて、でそれで2人で今月はこれ買ってよっていう話をするのが楽しい、楽しいのさ。ちょっと控え中。ですね。うん。女子。女子よ。女子よ。なので明日はちょっと頑張って選ぶのでよろしくお願いします。楽しみにしてる。待ってます。明日ってさ休憩時間にスペイベあるから休憩時間ないってことなんかな。私明日のスケジュール見ておやおやって思ったんやけど、そんなことないそんなことない。なんか10時から8時半までなんか休憩がなかったような気がして、たこ焼きを食べれるか心配なんだけど、いつもね2時間やって休憩1時間であとからなんかこう
ブワーとかなんだけど、その休憩のとこスペイベあった気がする。あれ、私のたこ焼き食べながら撮影タイムしていいかな。ダメか、私のたこ焼きタイム。あれ、オッケー、マジか。じゃなかったらそうしよう。もぐもぐタイム。あ、でもダメだ、そうだ、衣装着てるんだ。じゃああれだ、衣装汚さないように前掛け着なきゃ。それなら OK か。ダメか、私服かと思ってた。私服はお話し会とかですね。おきちゃんの好きなブランドってどこ？いやー、最近はね、あんまり服を買ってないんでね、なんかどこって言われるとどこだろうって感じなんですけど、多いのはジュエティとかビームスとか、最近はね、あとアリバイダブルクローゼット、ダブクロとかが多いですね。お、よく見がち。なんかでももうちょっと女の子らしくなろうかなって思って、もうちょっと、女の子の服をちょっと女らしい女性っぽい感じのブランドも買おうかなって最近は思ってます。トリマスナイデル、まあそうね、スナイデル着とけば女の子だよね。ファーファーとかね。以前買ったスーパースリムスキニークラッシュデニムはどうしたの？そんなデブにも買ってたっけ私。ちょっと名前で言われても。すごい、よく覚えてますね、なんか私が持ってた服とか。そんなあったっけ。あ、細いの買ってた。あー、うーん、買ってたっけ。あー、なんかエモだかジェイだかだかどっかのやつがめっちゃ細いやつで、そうだ、あれはもうそうね、着てないですね、もうないかも。そう、あまりにももう細、もう ちっちゃ細すぎて履けなかったよね、通販で買ったんだけど、あれはもうないですね、一回も履くことなくさようならしました。そうなんですよ、やっぱあれですね、ズボンとかスカートとかはちゃんと現物見に行かなきゃダメですね。
私同じ理由で私めっちゃ細いミニスカートとかもファミで出したから。うん。取っとけばよかったな。その時のために。ファミリー出したのも、でも、あの、履いたことないやつね。もう、細ミニスカートすぎて、履けなくて出したんです。そしたら、あの、でっかいお、あの、男の人に当たって。履いてないって言ってました。しかも、娘いるから、バレないようにするのに必死って言ってました。本当にごめんねって思ったけど、まあ SDGs になったんで良かったと思います。バレたら気まずい。それはもうね、お父さんちょっと警察行こうかってなっちゃう。危ない危ない。事案発生しちゃう。今日は11時半ぐらいに終わりたいと思うので、それまでよろしくお願いします。多い。そう。もんじゃとチャーハン言えなかった。もんじゃとチャーハンどっち食べた？食べてない。今日メールでもんじゃがチャーハン食べたいって言ったけど食べなかった。今日はベーグル食べました。朝配信してたんですけど、その時に抹茶のホワイトチョコのベーグル食べました。ベーグルって結構硬くて、配信しながらだと食べたら全然喋れなくて、もうずっとなんか咀嚼咀嚼って感じで、そう、今日はベーグル食べましたね。うん、今日はあれだけ、今日まだそれだけだ。お腹空いてるんですよね。だからモグポ。そう、モグポ。お腹空かない。いや、なんかベーグルが意外に重くて、なんか腹持ちすごかったんで、そっから食べてなかったんですけど、ショールームしてたら結構お腹が消化されるっていうか、ちょっとお腹空いてきます。なんか食べようかなって気持ち。あとアイス食べた。アイスアイス。お菓子とかも食べてない。最近お菓子買ってないんですよ。なんかアイスはあるからアイス食べた。もんじゃ食べたいな。でも明日大阪だからな。明日たこ焼きが来ると仮定してるから、粉もんを食べるのはちょっと違うかも。
今度メンバー誘っていこう。もんじゃブーム、もんじゃブームちょいあるかも。でもわかんない、たこ焼き食べたら収まるかも、この粉に対する欲望。ショールーム配信するとお腹減るって誰か言ってた。なんか使ってるんかね、エネルギーを。なんか使ってるのかも。なんでだろう、そんなただ座って話してるだけなのに。コメント読む集中力使えそう。いや、集中力なんてなんもないよ。もうそこに映った目に入ったコメントをそのまま読んでるだけだから、何にも集中せずに言ってるんだけど。なんでだろう。目が疲れそう。目は確かに。これなんかコメントじゃなくて音声だったらいいのにね。月島のもんじゃ美味しい。月島、東京やっぱもんじゃ有名ですよね。広島もんじゃは全然ないんですよね。大阪もでも言うてお好み焼きとたこ焼きだよね。やっぱ関東の方なのかな。大阪にもんじゃはない。あ、そう。いやでも多分広島と一緒だよね。広島も私が知る限りは全然ない。でも毎回同じところばっか行ってる。お好み焼き屋さんなら無限にある。実は大阪意外ともんじゃある。おお、どっち。どっちどっちどっちやん。ちなみに大阪でお好み焼きもほとんど食べたことないです。もうたこ焼きオンリー。お好み焼き食べたくなってきた。マジ？広島おいでよ。麺入っててもいいなら広島においで。焼きそば入ってるの広島だっけ。そうです、麺入ってるのが広島。兵庫の明石焼きは、え、私明石焼きめっちゃ好き。もう本当に兵庫大、なんかご飯系一番好きかも、瀬戸内の中で。なんかね、あんまりお仕事で行ってもわざわざお土産とかって買わないんですよ、そんなに。でも兵庫行った時は絶対明石焼きと神戸プリン買って帰ってた。前は、最近はそんなだけど、兵庫めっちゃ好きかも。神戸プリンもあんなにお土産の定番なのに美味しい。なんかお土産の定番ってさ、一回食べたら満足みたいなとこあるけど、私は大好き。神戸プリン大好き、めっちゃ美味しいです。明石焼きも好き。明石焼きってたこ焼きじゃなくて卵焼きだよね。卵焼きではないのか、なんか
違うよね。なんかそれがめっちゃ好き。美味しい、美味しい。出汁でさっぱりなのもいい。だから私は銀だこも出汁派、大根おろしのなんかソースより出汁派ですね。あれが美味しい。渋い、渋いのかね、チョイスが渋い。なんか美味しいですこってりよりあっさり、あっさり派かもしれない。どうなんだろう、うん、どっちかって言ったら。ちょっと明日は何種類のお好み焼きが来るか楽しみ。まあ、1種類だとしても確実に1人1泊は毎回用意してもらえてたんで、今回もそうだとちょっと信じてまあ、よくないよね、なんかよくない、よくない。ちょっと楽しみに行こうかな。取り合いになる。いや、一人一箱用意してくれてると信じて、信じて信じて、誰か二箱取って誰かが食べれないみたいなことが毎回起きてでもね、多分多めに用意してくれてるとは思うんだよね。食べないメンバーもいるんかな。え、いるいるいるんですよ。だからなんか余るんよね毎回で。余ってるって思って取ったら、なんか後から食べようと思ってたのにみたいなメンバーもいるから、やっぱもう最初に取っとくべき、自分で、自分の分は。で、机の上に置いとく。そうそう。でも食べない人もなんか中にはいる。だからちょい余る確保大事。食べれない人かわいそう。まあそういう時もある。でも大体ね、なんかね、こう朝来た人には朝の分、昼来た人には昼の分、夜来た人には夜の分みたいな三食体制なんですよね。で、昼に帰るメンバーもいたりとか、夜だけ来るメンバーもいたりするの。だからそういう時は、なんだろう、夜に帰るメンバーは夜ご飯はあんま取らないでくださいねみたいな。逆になんか、そう、そういう感じで、ずっといる人は全部いただいたりとか。でもたまになんかなくなってる時があって、親ってこう犯人探しが行われて、だいたいリコチが疑われてで、リコチが本当に食べてない時もあるからそういう時はだいたい他の子が余ってたかと思ってたみたいなやありますね。でも本当に余ってたら持って帰れるんで。リコチ、リコチはでも冤罪の時もあります冤罪の時もあります。
でも多分本当に持って帰ってる時もあります。でも私は好きですよ、その食べ盛りリコチも。いっぱい食べてね、いっぱい食べてますね。明日よろしく。お、よろしく。わ、もうちょっとでじゃあ壇上読もうかな。22分だ。ハリーポッター終わった。お、金曜ロードショー。今日何やってたんだろう、ハリーポッターの。もう結構あれなのかな、最初の方からいろいろやってたのかな。勤労秘密の部屋か。金曜ロードショーはね、まあよく実況してるんですけど、ちょっとハリーは一作目からやりたかったなって思ってやってないんですよね。秘密の部屋ね、二作目だね。1時間目からだからもう寝ないと。いや私も早いのよ、朝がもうなえぽよ。朝早い、なえてる。1日が47時間くらいあればいいのにな。頑張ろうね、早起き。なえぽよ。なえぽよなんて多分令和で使う人いないよ。頑張って、頑張るよ。明日初起きぽ。あら、本当に。ぜひ初めていっぱい喋りましょう。寝坊しないように。そうね、もう寝坊した後は私体調不良で休むので、皆さん察してください。1時間目のツーショット多分いないです。よろしくお願いします。あって、あ、おきちゃん、おきちゃんもしかして。でも分かんない、本当に体調不良になる場合もあるから。わかんない、もう私が多分4時半ぐらいにもうダメだ、オールしようとしてたけど眠い、もう風邪ひくかって言って窓開けて寝始めて、7時ぐらいに風邪ひいて、それはもう本当の最悪の仮病すぎる。私の小学校の時の学校行きたくないやり方、窓全部開けて風邪をひこうとするやり方ですね。でもなかなか風邪はひけないんですよ。次の日とかになっちゃうんですね。実践経験あり、ありありです。ただしんどいだけですね。悪知恵。行動が可愛い、可愛くはないでしょうこれ。いやね、ちょっと学校はあんま好きじゃなかったんで、頑張っていろいろ工夫してましたね。恐るべし、恐るべし小学生。よし、じゃあそろそろこの壇上を読みたいと思います。いいですか？
壇上を読みます。あらららら、13位です。デュースさん、12位トシキさん、11位ジェリーさん、10位カズノリさん、9位ペルさん、8位ホクさん、7位ムシ男さん、6位マッカさん、5位エリオさん、4位チカちゃんでした。13位開幕の皆さんありがとうございました。そして3位アチャさん、2位コバチャさん、1位がマッチャ2号さんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。壇上の皆さんもコメントしてくださった皆さんもありがとうございました。サンキュー、配信ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ファンクラブのイベントもね、当落が出たみたいで、今日動画投稿したのでよかったらそちらの方もご確認ください。大阪楽しんで、楽しみます。もうリアルも残り少ないので皆さんぜひぜひよろしくお願いします。楽しみです。うん、窓閉めて寝てください。窓閉めますよ窓閉めますよ、もちろん。いやー、朝早いのか、私朝起きるのが一番苦手頑張ります。窓閉めますよ。夜からお話会とかあればいいのにな。今からお話会とかだったら私めっちゃ元気なのに。沖優香受付23時45分からとかだったらめっちゃ元気なのにな。ダメかねじゃあ本当にあと1分か。なんか別に1分早く終わったところでさ何も意味ないんだけどさ、なんかちょっと切りよく終わりたい気持ちもあるよね。切りよく、うん、せやねん。新幹線寝過ごさないように。大丈夫大丈夫、そこはちゃんと。私あのすごいもう本当に中村麻衣久に教えてあげたいものがあって、イヤホンしてて音楽聴いててもイヤホンにしか聞こえないアラームのアプリがあるんですよ。それを麻衣ちゃんに教えてあげたいと思います。それめっちゃいいです皆さんも新幹線でもあの過ぎることないんでおすすめです。イヤホンだけのアプリ、アラームのアプリおすすめです。じゃあそろそろ終わりたいと思います。皆さん明日もリアルお話し会よろしくお願いします。多分明日はね配信できないと思うので、はい、直接会ってお話ししましょう。バイバーイ、おやすみなさい、バイバイ、待ってます。3、2、1、バイバーイ。